貨物列車がいきなり目の前で緊急停車。女子鉄マホロとアンズパイ、こんにちは。ナビゲーターのアンです。今回は岡山駅で撮影中に目撃した非常事態を動画にします。381系特急やくも号を撮影しようと岡山駅1、2番乗り場へ。そこへ貨物列車が通過。いきなりブレーキをかけてホームの途中で止まってしまいました。すぐに動き出しましたが、ノロノロと進んでいます。貨物の運転手さんがホームを歩いていますが、多分この列車とは関係ない気がします。交代で止まるのであれば一番前で待機していると思うからです。再び停車してしまいました。そして2番乗り場に特急やくも号が入線。貨物列車は1番乗り場に止まったまま。関係ないですが、やくも号のヘッドマークも壊れていました。特急やくも号のヘッドマーク故障の様子は別動画で公開しています。一番後ろの幕は正常でした。やはり電光掲示板は通過表示。この貨物列車は本来は通過だったようです。一番先頭に来てみました。電気機関車が止まっています。信号は赤を示していました。駅の放送で現在の様子を放送中。聞き取りづらいのでスピーカーの近くへ移動。現在異常がないことが確認ができ、
運転再開をしておりますが、その影響により現在2番乗り場停車中の14時5分発特急約も15号乗務席は発車が約5分程度になります。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。お詫び申し上げます。貨物列車が発車、異常がないことが確認されたよう。特急やくも号は5分程度遅れるよう。結局、特急やくも号は 1,2 分程度の遅れで無事岡山駅を発車していきました。今回ですが、大きな遅れもなく運転再開されてよかったです。今回の動画はナビゲーターのアンがご案内しました。みんな、動画を見たらコメント、加工、チャンネル登録よろしくね。